冤罪で捕まった男が刑務所を変えていく時代を超えて感動を呼ぶ不朽の名作。ショーシャンクの空に、ショーシャンク刑務所に赤き銀行の頭取だったアンディ・イルフレーンが妻との男を殺害した罪で入所してきた。最初は刑務所のしきたりにも逆らい孤立していたアンディだったが、刑務所内の風化部で調達係のエッドは彼に他の受刑者たちとは違う何かを感じていた。そんなアンディが入所した2年後のある時、アンディは監視役のハドレー主任が抱えていた遺産相続問題を解決することの報酬として受刑者仲間たちへのビューを獲得する。この一件を機にアンディは刑務所職員からも受刑者仲間からも一目置かれる存在になっていく。あらすじ、フィルマークスより引用。映画の詳細情報はこちらなのだ。刑務所内の人間ドラマと心に響く名言が魅力的。主人公によって刑務所内が変わっていく様子や見ているこちら側にも希望を与えてくれる点が最高なのだ。この圧倒的な評価の高さが物語っているな。この映画の感想はコメント欄で募集中。ネタバレを見たくない人はコメント欄に注意なのだ。